丹原高校の学校紹介は野球部マネージャー武田樹奈がお伝えします。本校は道前平野の中央に位置し、自然豊かな環境に恵まれた学校です。地域に貢献し愛される学校を目指して、伝統の菊作りなど様々な活動に汗を流しています。2000年夏に甲子園初出場を果たした野球部は、再び甲子園へを合言葉に、青野監督の下で日々の練習に励んでいます。今年のチームは主将の野口を中心に、個性豊かな3年生が後輩たちを引っ張り、とても活気に満ちています。バッテリーを軸とした守り抜く野球で頂点を目指します。夏の大会では、これまで支えてくれた仲間やお世話になった方々への感謝の気持ちを胸に、全力でプレーし、丹原旋風を巻き起こします。応援よろしくお願いします。